日本三重県北勢四日市市諏訪坂江町諏訪、坂江町は、三重県四日市市の町名。2010年10月1日現在の面積は0.1300967平方キロメートル。三重県最大の商業集積地域であり、四日市市の中心繁華街を形成している。四日市市東部、四日市市中心市街地に位置する。近鉄四日市駅の東口にあたり、 全蓋式やアーケード付きの商店街が形成されている。商店のほか宿泊施設や飲食店、遊戯場などもある。1983年発行の四日市地域商業近代化地域計画報告書では、諏訪栄町北西部が飲食娯楽ゾーン、南部が総合的商業ゾーンに位置づけられている。旧東海道が中心を通り、現在も東側で、 国道1号と接している。北は、西新地、東は、中部、諏訪町、南は、浜田町、西は、味じ一1丁目と接する。北西角で、西の浦1丁目と一点で接する。江戸時代現在の諏訪栄町に相当する地域は、江戸時代には、三重郡に属し、四日市町及び浜田村にまたがっていた。江戸時代のほとんどの時期には天領であったが、 京宝九年から共和元年までの間は大和国、郡山藩の配下にあった。四日市町はさらに細分化されており、諏訪栄町に相当する地域は、西町と南町であった。四日市塾は、現在の諏訪栄町北部にある、諏訪神社付近が中心であった。西町は、戦国時代には、四条町の四日、四条への西の入り口として、西の口と呼ばれていたが、 四日市町が宿場町として発達するに伴い、西町に解消した。宿場町の業務としては3年に一度、ご案内、迎え番を担当したが、完成4年以降は、3年に一度、御宿の詰め番の担当に変わった。また、4月と8月の二条城、大阪城の大井五版主交代による四日市塾往来の際には、縦町と共に詰め番をした。 南町は工事永禄頃には南市場と称していたが、四日市の宿場町としての性格が強くなるに従い、漢文三年に南町に改称した。南町は四日市宿の中核をなし、問屋場が設置されたほか、四日市宿の温宿の詰め版を担当した。浜田村は江戸時代には新田開発が盛んに行われた農村である一方、四日市町に連なって、 丁場の景観も見られた。近代旧四日市市立図書館1906年春に日露戦争の戦勝を記念に諏訪神社の所属公園として安光園が開園した。安光園は面積1206坪の公園であったが、1908年4月1日に四日市市の所有となり、1914年11月に142坪。 拡張、さらに翌1915年に大正天皇の即位を記念した事業として再拡張し、1916年1月に諏訪公園に名を改めた。拡張費用は1978円で、同年6月に四日市市立図書館が開館、7月には演舞場、小動物園が設置され、南町にあった旧本陣を園内に移し、行幸記念館として、 開館、保存した。1934年に市民団が設置される。諏訪公園は園内の市立図書館とともに市民の憩いの場となったが、1945年6月18日夜の四日市空襲によって、鉄筋コンクリート赤レンガ作りの図書館を残してみな、失われた。なお消失を免れた図書館の建物は、戦災以降、 私立四日市病院に転用されることとなり、1948年3月に図書館に返還された。交通面では、1913年に三駅道が諏訪前駅を四日市鉄道が諏訪駅を相次いで開業させた。諏訪駅と四日市市駅の区間は両鉄道が営業していたが、1928年1月に廃線となり、代替交通として、 四日市市で初めての路線バスが設定された。闇市から商業地へ第二次世界大戦終結直後は諏訪駅周辺の焼け跡や諏訪神社前に闇市が立ち、伊勢新聞の1945年11月24日付の報道によれば、法外な値段で花緒のないげた一升鍋、アルミニウム製のバケツや尺紙、フライパン、ゴム紐、万年筆などが売られていた。 これに対して、四日市市警察と経済調査庁は闇市などの闇取引を断固として取り締まったが、当時の市民や市の収入役は闇取引がなければ生きていけなかったと手記などに書き留めている。1950年になると、復興都市計画事業が本格的に始まり、1952年には、現在の中央通りで、講和記念全日本の器具、 新日本産業大博覧会が開催された。焼け野原から復興した諏訪駅前から諏訪公園周辺には、歓楽街が形成された1956年9月、日本国有鉄道四日市駅と併設されていた近畿日本鉄道四日市駅が諏訪駅と統合、現在地に近畿日本四日市駅として開業した。また三重交通は、 近鉄四日市駅前にバスセンターを設け、市内10路線すべてを近鉄四日市駅前発着とした。これに伴い、1年前まで野原であったところに、鉄筋3階建てビルを含む商店街が形成され、会社の出張所も次々と進出した。同時期施行の売春防止法による、歓楽街としての機能衰退も商店街化を推進する力となった。 1965年には、短絡により、廃線となったところに、四日市一番街商店街が完成し、三重県で一番のアーケード商店街となった。一方、国鉄前の商店街の人通りは、従前の3分の1となる1万人に減少。売り上げも3割減となり、打開策として、名古屋市の丸栄百貨店の誘致が浮上した。これに対して、 近鉄百貨店が1957年6月に近鉄四日市駅前に進出計画を表明。地元の四日市岡田家が小売業を代々経営していた岡田屋が近鉄駅前の店舗を拡張し百貨店として申請を提出するなど激しい百貨店開店争いが展開された。後に丸栄は進出を取りやめ当初近鉄百貨店と 岡田屋の開店に難色を示した四日市商工会議所も情報し、岡田屋が1959年11月、近鉄百貨店が1960年6月に開店した。諏訪坂町の成立と、変容1963年、新町名、諏訪坂町が成立し、1969年に一部が分離して、味じま一丁目となった。 1973年7月、長い間諏訪公園にあった四日市市立図書館が、久保田一丁目に新築移転した。この年の10月には1971年12月から、進められていた近鉄四日市駅高架化工事が、完了。近鉄線によって東西に分割されていた、四日市中心市街地が道路で結ばれた。以上のように成長を遂げてきた諏訪栄町であったが、 名古屋駅前の大型店やア郊外地区幹線道路への大型商業施設の進出に伴い商業地区間の競争が激化してきた。すでに1983年発行の四日市地域商業近代化地域計画報告書では四日市市の商業吸引力の低下を指摘し小売商業力は三重県最大の人口を持ちながら津市、伊勢市、松阪市、桑名市、上野市、 おわせしに比しても下回っていると述べている。近鉄四日市駅西口の松坂屋四日市店が2001年に閉店。翌2002年には諏訪栄町にあったイオングループの象徴的な店舗ジャスコ四日市店が閉店し、中心市街地の空洞化が懸念されている。一方、都心回帰により高層マンションの進出が見られるようになった。2003年1月。 94日市市立図書館が日本の登録有形文化財となる。そして同年8月22日に諏訪公園交流館として開館した。2010年4月4日、町内のグリーンモール商店街で三重県ご当地グルメ大会を開催し、地元の四日市トンてが優勝を果たした。2011年12月16日、三重県警察の三重県内一斉特別警戒日に、 合わせ、三重県知事の鈴木秀隆や四日市市長の田中、俊幸らが諏訪栄町を視察した。近鉄諏訪駅のあった頃より、四日市市で一番の繁華街として栄えていたことによる、2019年7月1日現在の世帯数と人口は以下の通りである。1970年以降の人口の推移。なお、1995年以後は、 国勢調査による推移。1970年以降の世帯数の推移。なお、1995年以後は国勢調査による推移。私立小中学校に通う場合、学区は以下の通りとなる。諏訪坂江町の商店街諏訪西商店街1989年7月2日と7月9日に、四日市大学の渡辺明と同学を呼び、 名城大学の学生のべ70人が、諏訪栄町と名古屋市の大津で行った、来外者調査によれば、諏訪栄町の商店街をほぼ毎日訪れる人は、所要時間30分以内では90%に達し、大津商店街と比較すると狭い範囲から、来外している傾向が見られた。来外理由は、遊びや、なんとなくとする人が多く、交通手段は20代から40代で、 自動車利用の割合が高く、滞在時間は半数以上が1時間以上滞在していることが明らかになった。なお、諏訪栄商店街の評価は、大須商店街に比べ、普通とする人の割合が高かった。近鉄四日市駅が最寄り駅である。近鉄四日市駅バス乗りバスは神社。ありがとうございます。